さん、おはようございます。さかねフラワーチャンネル始まるよ。なんか今日はね、変な格好しておりますでしょ。これはバレエの、練習着ですね。練習着です。お稽古着でございます。まあ大人バレエなので何を着てもいいんですけれども、まあ一応私最近こういうのを着ております。そしてこの振袖がね、手の振袖が気になりますので、アームなんとか、こんな感じになっておりますね。そして振袖をねしまっておきます。どうしてそんなことしてるのっていうことですけれども、まあこの間重大な発表ということ、告白ということで、私今年に入ってからバレエを習っております。そしてご予約をして、先生のレッスンを受けるのを楽しみにしております。まあ平均月2回ぐらいかなっていう感じなんですけれども、実は私昨日高松に出ておりまして、一日中忙しくしていたもので、バレエスタジオのスタジオから、ね、先生からご連絡をね、なんか見落としてたんですね。そして先生からお電話がかかりまして、今日はお休みです、申し訳ございませんと。体調不良ですね。先生もね、アレルギー性鼻炎で、もうこの辺が大変なことで、そしてまあお熱もあるようですので、で必死に私、そのお電話かかった時はもう出かけなきゃと思って一生懸命お化粧したりパタパタやってたところなんですけれども、あらということで、突然2時間の時間が空いてしまったわけです。もちろんすることはたくさんありますが、今日はもう私そのバレエモードに入ってましたので、自主トレをしてます。そしていろいろ撮りました。そしてプリエの何だったっけ、もう名前がね覚えられないんで、エポールマン、プリエのエポールマンっていうのを私自主トレいたしました。でまあもちろん不格好なんですよ。不格好なんですけれども、ロボットのような、ロボットでないような不格好なんでございますが、先生に教えていただいたプリエっていう、そのフランス語で絞るとか、なんかそういう意味だそうなんですが、私がしますとスクワット、体操のスクワットのような、もうなんかぎこちない、ぎこぎこっていうような感じのスクワットじゃないプリエになるんですけれども、そのプリエと、それから手をねつける、なんだったっけ、また忘れちゃった、エポールマンっていう、その手と足とね、つけるエポールマンっていうのが、まあ基本でしょうね。基本、まあ私も全然まだ3ヶ月ですので、全くバレエのことなど興味もなかったし、全然無知でございますので、今から勉強していくんですが、健康のために、まあ、コメント欄にもありましたけれども、メイドの土産に私練習しております、プリエとエポールマン、まあ、手と足をつけて、なんか体操のようなわけのわからないことをやってる動画なんですけど、もしよかったら最後まで見て、笑ってやってください別に全然笑っていただいて結構でございますから、グッドボタンと、そして愛あるコメント、できれば応援のコメントが嬉しいございます。そしたら、それではそろそろ行ってみよう。Thank you.
1番の足、手はこの状態です。プリエを1回いたします。2回プリエをいたします。そして3回目は深くプリエをいたします。そして手を変えて、そして深く、テートなんですけれども、5番の足元でプリエを2回。いかがでしたか？退屈なストレッチから始まって無様な踊りが最後の締めくくりとは、とほほほっていう感じでございます。このように頑張っております。皆さんも頑張りましょう。そしてまあこの頃本当寒暖の差が激しいです。ご自愛くださいませ。まあアレルギー性鼻炎をね持ってる方もこれからはますます厳しい時になりますけれども、まあ睡眠などをとって、そして真由先生早く元気になってほしいなと思いました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。愛あるコメントもお待ちしております。